今小田原駅ですけど、次の東海道線が20分後だったので、ちょっと駅を見に来ました。大雄山線がそこに止まっております。100周年。
早川駅、留置線があって回送の列車が1本留置されてます。面白い。今ね、また小田原に戻る普通列車を待っているところで、3時9分に来るらしいですね。あと5分ぐらいかな。そんなわけで小田原に来て、とっとこ小田原で海を見ながら海鮮丼を食べるっていうミッションを達成したので、これから帰ります。東京ライン高崎線直通普通高崎行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。フリー車がついております。です。なんか待合所とか室内の待合所とかないのかな、ここないみたいね。こだま726で帰ります。新幹線一駅だけ乗るのってなんかもったいないのかなと思いきや、普通列車で帰るんだったら多分グリーン車乗ると思うんですよ。1時間かかるから。Arriving at track number 14. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 6 and 13 through 16.
726号東京行きです。重積車両は1号車から6号車前よりは13号車から16号車です。今日火曜日は小田原に行ってみたんですけど、めちゃめちゃ天気が良くて雲一つない快晴ですごい良かったです。まず小田原城に行きました。小田原城すごい綺麗でした。やっぱりコロナ対策で天守は公開してなかったんですけど、周りをぐるっと見るだけでもすごく景色が良くて